皆さんこんにちは。今日はコストコ座間倉庫店に行ってきたので購入品紹介をします。最後までご覧ください。まずはじめはこのブリアラです。ブリアラは開店と同時に行かないとなかなか出てこないので、今日は開店とほぼ同時に入れたのでゲットできました。初めてです。宮崎県産のシメクロセブリアラ、100g あたり78円になっています。次は辛子明太子です。こちらが1980円です。息子のリクエストで購入しました。食べきれない分は冷凍保存しようと思ってます。こちらはシーフードマンゴーセビーチェです。初めて買ってみました。マンゴーが入っていて、あとシーフードが入ってます。加工日の翌日が消費期限になっています。こちらが 100g あたり235円ぐらいかな。今回私が買ったのは1443円の分です。次がこちらです。ポッカのハッピーバッグセットです。これが2998円です。次がキリクリームチーズ858円です。これが何個入りかな。これが、24個入りになってます。こんな感じのキューブが24個入ってます。前に買ったあのベーグルに、シナモンベーグルにちょっとつけて食べてみようかなと思ってます。次はこちらです。フリルレタスです。これは今日すごい安くて298円でした。これは2袋入っていて298円、いつもの半額ぐらいなのですごいお得でした。買ってる人も多かったです。これ本当おすすめです。次はこちらです。ジャズリンゴです。こちらが、1080円です。この季節になると出てくるニュージーランドのジャズリンゴです。これがちっちゃいリンゴがたくさん入ってます。シャキシャキとした歯触りとすっきりとした甘みが特徴のリンゴです。子供たちも大好きなので買ってみました。次はバナナです。こちらが198円でした。コストコのバナナはとっても立派なので、ね、普通のスーパーで売ってるのと全然違います。なるべくちょっと緑っぽいのを買ってみました。でバナナが 1.36kg、 すごい大きいバナナ。次は特選牛乳です。480円です。これはもう定番。次はこちらです。舞茸298円です。コストコの舞茸はとっても立派なので炊き込みご飯にして食べようかなと思います。あと天ぷらでもね、美味しいと思います。次はこちらです。ハワイアンホーストのマンゴーチョコ&ホワイト、こちらが1858円です。これマンゴー、ドライマンゴーにチョコレートがかかってるやつです。これはちょっとみんなで食べたいと思います。次はこちら、アディダスボーイズソックス5足組で998円です。そっから今日は200円引きのクーポンが出てました。これ息子が履いているのでリピ買いです。しっかりした生地なので穴が開きにくいのでおすすめです。次がこちらです。ラルフローレンのハンドタオルです。こちらが、1098円です。これ初めて見た。これ縦長の感じで値札は2310円って書いてあるので半額以下、綿 100% で可愛いのでちょっと買いましたね。おしゃれ、このロゴも可愛いしね。次がプーマのキャップです。こちらが1398円です。これはなんと2つ買いました。これは息子が毎日この帽子をかぶっていってるのでこれを2つ買いました。前に買った帽子がこれで全然色が違う。これも毎日かぶって洗濯もガシガシしてて1年ぐらいかな、1年ぐらいずっと
かぶってるかもしれない。一年中かぶってるのでこんなに全然色が違う。なのでもういい加減と思って見つけたのでこれは2つ買っときました。見てこの色の違い、すごい。並べてみると改めてすごい。次がこちらです。ワイドハイター EX です。これはもう言わずと知れた漂白剤、粉末で2キロも入ってます。こちらが1388円からクーポンで290円引きになってました。チャックがついてるので中に計量スプーンも入っていてガシガシ使えるのでとってもおすすめです。次はこちらです。これはジャガビーです。ジャガビーが1178円でクーポンで240円引きになってました。これはもう言わずと知れた。これはあれだね、でもジャガビー袋になってる。最近ジャガビー、あ、こんな感じで袋になっているのでお出かけに持って行きやすい。こんな感じです。もう子供があっという間に食べちゃうのですぐなくなると思います。隠しとかないとね。いつも私はこれを隠してます。はい、次がロティサリーチキンです。コストコ定番品、798円です。これはうちはもうそのまんま食べるんじゃなくってもう手でほぐしちゃってサンドイッチの具材にしたり、あとはキヌアサラダを最近お家で作ってるのでキヌアサラダの具材にして食べてることが多いです。次はフードコートで買ったグリルチキンです。これも3本食べたんですけどこんな感じです。味は全然辛くなくってしっかりとした味付けで子供が美味しい美味しいって言って食べてました。あとは最後はこちらです。見えますかね、これ観葉植物。これはなんだっけな、クワズイモ。クワズイモこれ1998円、クワズイモ買いました。今回このケースっていうかケース、この鉢もついてて、なんかこんな感じで、このなんかモサモサみたいのが、このクワズイモ以外にベンガレンシスっていうやつとかもあったりしたんですけど、なんかこっちの方が育てやすそうかなと思ってこれを買いました。最後にこのバルバッコアのお食事券を買いました。今度家族で食べに行こうかなと思ってバルバッコアのチケット1万円分、コストコだと8000円で購入できるのでとってもお得です。有効期限は今日から半年間になっています。それでは今からロティサリーチキンを手でさばいていこうと思います。全然包丁とか使わずに手でザクザクっといけるのでやっていきます。ここのでも足のところはここの糸は切らなきゃいけないのでここだけあとハサミ使って初めに半分に、よし。こんな感じです。これが骨の部分で、これが身の部分で、これがももかな、ももの部分に大まかに分けています。この骨の部分はスープ、だしにして、この真ん中の身の部分は小分けにして冷凍。こっちも冷凍かな、それかそのまんま食べても OK なので、そんな感じで我が家は仕分けしてます。時間にしてもそんな5分もかかんないんじゃないかな。それぐらいな感じでちゃちゃっと終わります。
こんな感じで1食分ずつラップして、これをジップロックに入れて冷凍します。で残ったチキンと、あとこれでキヌアサラダ作りたいと思います。でこの今日の骨は舞茸買ったので、舞茸とご飯でちょっと舞茸の炊き込みご飯作りたいと思います。でキヌア今炊いてます。それではロティサリーチキンの炊き込みご飯を作ります。今ご飯3合を研いで、でその中に具材を入れてきます。とりあえず人参入れる、舞茸を入れます。今日コストコで買った舞茸、今の時点でこんな感じです。ここにロティサリーチキンを入れていきます。ガラタタラデラン、お釜の中はこんな感じになってます。すごい。で今日からコストコでクゼ服のロードショーが始まっていたので、そこは結構お客さんがたくさんいて、試食も並んでいて、まあ、それ以外はまあほどほどに。キヌア炊き上がりました。ちょっと混ぜ混ぜで、これで冷まして具材と混ぜ合わせたら完成です。ブリアラは熱湯で下処理をして、1回分ずつの使いやすいサイズにラップで包んで冷凍保存していきます。すごい大量なので、とりあえず今日はブリアラ汁を作ることにしました。こんな感じで冷凍保存します。ブリアラ汁できました。いただきます。これセビーチェサラダ、これブリアラすごく美味しいです。アラジェル美味しい、炊き込みご飯も美味しいね。ちゃんとした処理をしたので臭みがない、